こんにちは。プランツカウンセリングヒーラーのまさこです。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。毎年7月の第3月曜日は海の日。海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う日とされて国民の祝日です。1995年に制定され、1996年からスタートいたしました。2003年にハッピーマンデー制度ができてから、毎年7月の第3月曜日が海の日になりました。世界には水不足や資源の奪い合いが大きな問題になっている国々がたくさんあります。日本はとも海の恩恵を受けている国の一つです。海の恵みに感謝をして環境を保全していく、その海を大切にする心を育てることを目的にしたのが海の日です。ちなみに世界では国連が制定した世界海洋デーが有名です。こちらは毎年6月8日になっています。イギリスではオーシャンデイとして海にちなんださまざまなイベントが開催されています。古事記では複数の海の神様が登場します。その中でも大渡摘はイザナミとイザナギによって生み出された、日本で最初に誕生した海の神様です。漢字では大渡摘の神と書かれることもあります。黄泉の国から帰ってきたイザナギが自分の汚れを落とすために行ったのがみそぎ。この時、水中で体を清めている際に生まれた三神の海の神様、総称して渡摘の三神と呼ばれています。神社によっては大渡摘と渡摘の三神は同一神とされています。このことから大渡摘はイザナギのみそぎによって産み落とされた払い、清め、浄化のご利益があるとされています。先日の動画でもお伝えしましたが、浄化といえば常々お伝えしていますが、植物にも素晴らしい効果が期待できます。夏の暑い時期はお花の持ちが悪くなったりしますが、そこで今日はとても花持ちの良いクルクマについてもお伝えしたいと思います。クルクマとはウコン属に分類される球根性の多年草で、食用薬用として栽培されるものをウコン、花を観賞するために栽培されるものをクルクマと呼びます。その花姿が美しいことから、近年は多くの品種が切り花や鉢花として楽しまれています。直径3から4センチほどの球根は4から6本ほどの細い根を伸ばし、先端にミルクタンクと呼ばれる栄養分を貯蔵する小さな丸い球根をたくさんつけます。その球根から茎や葉っぱを伸ばし成長します。葉っぱは先が尖った楕円形で、4から8枚ほど束になってつきます。そして初夏から秋にかけて、茎の先にハスのような色合いの花を咲かせます。この花のように見える部分は葉っぱが変化した苞で、実際の花は小さく苞の内側にあります。ウコン属には40から50種類ほど分類されていると言われています。クルクマの花言葉は、忍耐、あなたの姿に酔いしれる、乙女の香り、因縁などがあります。見た目の華やかな苞とは違って、ひっそり隠れた地味な花を咲かす姿から、クルクマは忍耐という花言葉がつけました。原産国は熱帯アジア、アフリカ、オーストラリアです。こちらは観賞用のクルクマです。クルクマの英名をヒンドゥーリリーといい、生姜科ウコン属に分類されます。ウコンは香辛料のターメリックのことです。同じく花言葉は、あなたの姿に酔いしれるは、つぼみを包んでいた苞の中にひっそりと咲く幻想的な花の美しさにつけられています。秋ウコンの根っこは肝機能を強化するクルクミンを豊富に含み、二日酔い防止やカレーのスパイスのターメリック、染料としても使われます。海を眺めたり、砂浜を裸足で歩いたりすることも浄化になりますが、夏の花をお部屋に飾ってめでてみるのも良いかと思います。この動画では、人生100年時代に健康長寿で自己実現し続けるために、植物の力で心身を癒し、あなたらしく輝けますように、植物のピュアなエネルギーとともにお届けしています。面白かったという方はチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは今日も良い一日をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。